こんにちは。フリーランス向け集客支援スクール大人企業専門学校学長の北野です。今日はですね、フリーランスが、少ないチャンネル登録者数でも YouTube で圧倒的に集客をして売り上げを上げて稼いでいこうについて話をしていきたいと思います。で、昨今ですね、実際に YouTube っていうのはチャンネル登録者数が10万人とか多くないと稼げないと思っている人があまりにも多いんですけども、実は YouTube っていうのはこの集客媒体として使えばですね、実際にうちのね、生徒さんってですね、伊藤さんっていう女性起業家の方がいます。彼女はチャンネル登録者数わずか300人で、今年商で、約3000万規模っていう売り上げを上げている方だったりとか、あとは川田さんってね、女性の方で、実際チャンネル登録者数が4、500人ぐらいの規模で、月商で2、300万ぐらいの売り上げをね、実際上げられていたり、弊社も実際ね、今期で言うと4億から5億弱規模っていう売り上げなんですけども、実際チャンネル登録者数全部合わせても 1.4 万人ぐらいっていうね、そんなに決して多くはない。でもなぜそれだけ売り上げが上がってるのかっていうね、その秘密とそのポイントをね、3つまとめて話をしていきます。まず YouTube でですね、なぜいいのかっていうと、圧倒的な制約率の高さということが重要になります。で、これはですね、本当に10人でも50人でも100人でも少ないチャンネル登録者数であったとしても、そこの YouTube を見て、自分の YouTube を見てくれて、実際 LINE アットに入ってきてからの制約率がめちゃめちゃ高いということになりますね。で、そこはいわゆるですね、少ない登録者数であったとしても、高額商品がバンバン売れるような、そういった流れを作ることが十分可能であるということになります。一つ目、メラビアンの法則ということになります。で、これはですね、人は 55% 以上の情報っていうのは、その人の見た目であったりとか、服装であったりとか、ボディーランゲージであったりとか、そういった視覚情報によって、その人のことをありかなしかを決めたりとか、その人のことを好きになったりするっていう、働きがあるんですね。これも心理学的にも実際言われてる話で、だから YouTube っていうのは、ブログだったりとか、日々の LINE とかメルマガでは伝えられない、自分自身の表情であったりとか、声のトーンであったりとかですね、あとはその人の表情、身振り手振りっていう、そういったボディーランゲージを視覚的に訴えることができるため、比較的動画を1本見せるだけでも、早くですね、お客さんをファン化させることができたりというような、役割があります。二つ目、接触回数の多さということになりますね。動画を毎日アップしていくことによって、毎日お客さんはあなたと直接会っていなくても、あなたと会っているような、そういった感覚に陥るという話ですね。で、実際にですね、なんかこの人の動画、最初はね、よくわからない人だなと思って見てみたけど、毎日見ていくうちになんかファンになっちゃったっていう経験皆さんありませんか？僕も結構こういう経験昔からありましてですね、実際これが動画の威力ということになりますので、その人とまるでお話をしているようなね、触れ合っているかのような感覚っていうのをこの動画を通じて接触回数を高めていくことによって、お客さんもですね、徐々に自分のことを好きになってもらう、そういった動線を作っていくっていうことがこの動画マーケティングで可能になってくるということになります。3つ目は圧倒的な情報量の多さです。皆さん知ってましたか？人間が1分間で動画で伝える情報量というのはですね、なんと180万文字に相当する情報量と言われています。実際に1つのブログ記事をですね、5000文字書いて一生懸命ブログを書いたものをですね、お客さんに読んでもらうよりも1本の動画で伝える方がですね、その何千倍、何百倍、何万倍とですね、情報をですね、多角的にいろいろな方面から伝えることができるので、しっかりとお客さんに自分自身の魅力であったりとか、その商品の価値であったりとかですね、そのノウハウの価値っていうのがですね、バシッとやっぱり伝わる。それを短い時間で多くのことを伝えられるから、よりですね、お客さんの商品理解というのが早く進んでいく。結果的に YouTube を見てすぐに商品を購入につながりましたであったりとかね、高額商品が YouTube が売れましたという事例は多々ありますので、ぜひ皆さんもね、これからまずはインスタを優先順位としてやっていただいて、その駆け足としてぜひ YouTube というのをね、情報媒体としてぜひ使っていただけたらなというふうに思います。そして今日の動画に少しでも参考になった方はぜひね、いいねボタン、チャンネル登録、もしくは概要欄から LINE 友達登録していただいて、プレゼントゲットしてみてください。